内山幸四郎浪士人生科講義第4回昭和56年4月13日大阪朝日カルチャーセンターにて収録月に一点だけなもんだから、あの前に話している話、おそらく皆さんもわからなくなっちゃう、忘れちゃうんじゃないかと思うんで、今まで話した話を、のあらましをですね、そのまとめながらお話しますと、一番初めは、人生っていうことを考えるのに、ああも考えこうも考えられるっていうようなことから出発したんじゃダメだ。でどうしても絶対事実というとこから出発しなきゃならないっていうんで、私が3つの命題を挙げたわけですね。この我思うゆえに我ありと、それが第一命題。それから第二命題としては、その思う我は死ぬっていうこと。から第三命題としては、その死ぬべき生命から刻々流出してくると、そういう話したわけですね。ところがそれがですね、結局こう循環するんですね。その我思うゆえに我思うっていうのは、これ心識ですね。我思うという心識から我ありとこうある我の自覚、自己ですね、自覚がある自己、そして今度その あれが死ぬけれど、その死ぬ生命から、生じする生命から刻々に流出してくる、こう我々の思いも湧き出てくるわけでしょ。でこう循環するわけです。そしてだから早い話が、これここで生まれるんだ、生まれる、そしてここで生きるわけですね。そしてここで死ぬと、だから生まれて生きて死ぬっていう話をしてるわけですよ。ところがそれだけじゃなくて、その生じする生命からその刻々に湧き出てくるのは、ただ我を思うだけじゃなくて、何かこう内から突き上げてくるようなね、その物足りようっていう思いが出てくるわけで、そこでこういう羽が出てくるわけだ。この物足りようっていう、この物足りようっていう思いはね、まず現実を否定して、今ある事実ね、これを否定して、何か他のものを物足りたいって言うんだからね、現実否定です。ところがこのその次にはね、我思う心識は、何か思ったところにこう世界を現出するんだから、この物足りようの先っぽに今度あれですね、世界現出する、つまり例えば色気が起こってくればこそ異性を意識するっていうね、そういうその世界を現出してくる。そして今度はそういう事故がですね、もうそういうふうになってくると、そのあれなんですね、生存的我であって、死は切り捨ててる、死を切り捨てた、死を切り捨て
生存的我の自覚ですね。このだから色気が出てきて、その女を意識するっていうところに俺のこの、男としてのは自己を自覚するね。男女分の男女の中の男としての俺を自覚するわけだ。まあ女の人だったらその男を意識することによって自分が女だって自覚するんだからね。そしてここにね、結局そのこういうのがこう声がいわば我々の生存権ですよ。そしてこうだから物足りを世界現実の1歳分の1の俺って言って、それでここのところがこう回り始めてね。そしてこの前書いたようにそのあれですね、こういう三枚羽のこのヘリコプターになってた。それでこれがぐるぐる回り始めてですね、それで生存の宙に浮いて飛んでっちゃうね。そしてそれが今度生存社会だからね、生存競争呼んで、そして今度空中接触するじゃない。それで空中接触したところで今度俺は傷ついたって言ってね、その情けない顔して怒ってくるから、まあ、そういう話を、前々回やったわけですね。そしてですね、この結局本来は生まれて生きて死ぬわけだけど、それがね今度生まれて苦しんで死ぬっていう話になってくる。だんだん情けなくなる。そしてまあ早い話がね、今人間社会がやってること、永遠として一生懸命働いて、そして最後に死んでいくとき俺の一生は何だったかって、ただ金をこれだけ貯めた、あるいはこれだけの文化を残したって言ってみてもだね、早い話が爪に火を灯すようにそのケチケチ しながらね、金を貯めた孤独老人が一人死んでったら、それを後調べてみたら何百万円だか何千万円だか残ってたいう話がよくあるけど、あれとちっとも変わらないじゃないかってことね。それをただ大げさにやってんですよみんな。それでその辺がね、価値観のおかしさ、私が今言いたいのは価値観がおかしいんじゃないかということだ。いや私がね、昭和20年代かあるいは30年の初めだったけれど、あれですね、丹後の方へ講演に頼まれて行ったんだね。それで何ていうかな、村のその人たちのね集まるとこ、あそこで喋るって言ったら、その頃創価学会がその前世時代のね植物空のこのトラックに1台その乗ってやってきたもん。そして村の人はその私の前のところへこちょこちょって行って、それ後ろの方へザーッとね創価学会の人がなんだね。それで、あそうじゃない、前の方にゾロッと創価学会が、そしてその後ろにその村の人がちょこちょこっていて、それで喋った挙句にその質問させてくれっていうのが一番最後に後ろにいるんだ。そしてあどうぞって言ったら、我々そのみんな幸福を求めてる、これは先生の話や幸福になれませんって言うんだけどね、
だから私が幸福とは何ですかって言ったのね。そしたら、あなたは幸福をどういうふうに考えているか言ったら、これは金と健康って言うからね、それじゃああなたはもうどうせ死んでいくんだろうが、その死んでいくときは金も全て置いていかなきゃ、そして死ぬときなんだからどうせあなたは健康じゃないだろう、そうするとあなたは死ぬとき不幸のどん底で死ぬのかって言ったんだね。そしたらキョトンとした顔してたね。面白かったそれいわばね、しかしながら創価学会に限らないですよ、みんなそうだ。その辺が価値観のおかしいところ。それで今の人たち全部がその点価値観がおかしいと思う。それで落語で言や間抜け落ちっていうのか、ふぬけ落ちみたい大ごとにその 人生生きてきながら最後には間抜け落ちふぬけ落ちでもって一体何のために生きてきたのかっていう話になってんじゃないかっていうこと。結局ね、それでね、だから我々もね、まず生まれて生きてって死ぬっていうところをね、その蓋取ってみなきゃダメだ。ただみんなね、死ぬのは怖いって言って死ぬっていうことはなるべくこう蓋してるじゃないか。そこが間違いの根本だと思う。それでそれに対してだね、私はその蓋をバンと取ろうって言って、そして生まれて生きて死ぬっていう全部から見渡した、そういう生命地盤から自分の人生っていうものはどういうものかと、そこを決めてきたわけです。でその点ね、今の20世紀に至るまでそのこれ死ぬっていうのをね、まあ昔からも考えてる人いる。しかしながら死ぬっていうことを考えるとすぐ衛生的になってるね。この衛生的になるのはね、私その無駄だと思う。何も衛生的になる必要ないんだ。死ぬのは当たり前なんだから、絶対事実なんだから。それより死ぬっていうことを、よく死ぬんだなってこうね、その蓋取ってよく見つめるっていう、そういうね、まず勇気がなきゃダメだよ。死ぬの怖い怖いって言って、今日は葬式だ、葬式行ってきたな、塩まけって、そういう感覚だからね、人生の真実はわからないもん。しかし毎度言うように、我々生きてる日常生活も社会生活も、あるいは経済生活も政治も国際関係もってね、全て我々の人生があってのものなんだ。我々の人生っていう地盤があって、そういういろいろな世界も開けてくんだからね。だからそれをその自己自身の人生をはっきり見つめないで、そしてそういう問題だけ考えたら、これは見当外れになるのは当たり前だと思う。だから今言ったように、その大げさなそのあれでですね、全くその落語の間抜け落ち、ふぬけ落ちやってんだ、あるいはその、爪に火をともやすようなその、にしてケチケチして金貯めて、そして一体何のためにこれだけの金残したのかって、そういう話を今この地球上全体でそうやってるんだっていうこと、それよくそこから見なきゃダメだ。その点ね、死ぬってことをそのはっきり 見るとこから俺の人生決めてこようっていう話を今ここでやってるのはね、これ画期的なことですよ、人類歴史としてね。私が初めて言ってる、そういうその初めての講座にあなた方は出席してるんだっちゅうのに、喜びを感じてくれなきゃ怖いね。それでそんな寝ぼけた顔してちゃ怖い。で、ところがね、
それでです。それで自分の死をそれじゃあ見つめてみるっていうことはどういうことか。そうするとね、この自分の死を死っていうのね、死ぬ時は全く自分一人で死んでいかなくちゃならないと。それからね、そのいや私も女房二人死なせてっけどね、その死ぬんじゃない死ぬんじゃないって一生懸命抱いてたけど、そのぐるみ死んでる。あの心中するって言ったらこうあの体くくってそれで死ぬやついるけど、それでもまた別々に死ぬんだね。だからね、絶対に死ぬっていう時はあの一人で死ぬんだっていうことね。それと同時にね、死ぬ時にはあらゆるおもちゃ遊びなしってことだ。その、みんなね、その仕事仕事って言ってやってるけど、何仕事っていうのね、おもちゃ遊びだもん。研究研究って研究熱心っていうんだって、これおもちゃ遊び。それからあらゆるね、その、財産っていうのもおもちゃなら、それから、ね、立派な邸宅を建ててね、そして骨董品たくさん、骨董品とか美術品とか並べ立てて、あれね、私無駄だなと思うよ。そして骨董品や美術品だけその人が死んでからまだ残ってるっていう、これケチケチ老人とちっとも変わらないじゃない。こんな金があるんだったら私にくれたらいいの、私は有用に使ってやらない。金持ちってやつはみんなそれ金、そういうのには金出さないね。遠慮なしに、あれだったらその私にくれたらいい、有意義に使ってあげるから。それでね、まあ地位でもそうだ、名声でもそうだ、そんなにねわー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 ね、その、まあの田中角栄さんっていうのね、あれもごっそうとしゃあ随分その優れたごっそうだと思うけれど、あれもがあの一口にいやもがきたくってんだ。あ、何もがかなくてもいいんだ、おとなしくしてりゃいい。それをシャバの感覚から見れば田中角栄さんやっぱり実力者だってみんな思ってるよね。だから同胞の私のあの師匠の沢木老師が言ったもん、あの泥棒の親分を偉いと思ってる、泥棒の子分たちはって。実際ね、子分たちに見てみりゃ泥棒の親分偉く見えるんだね。それと同じようにその視点を変えてみて、人生っていうものから見直してみたら、あんなのはもがきたくってんでしかない。でその点、死んでく時にはあらゆるおもちゃ遊びなし、から自分にりたった一人で死んでいかなくちゃならない、こういうことだね。だから今我々が死を持つ生命を生きてるっていうことをよく見つめるっていうことはそこなんだ。それでこれで何も衛生観になる必要ない。人生っていうのはこういうもんなんだ、自己切りの自己を生きるんだということね。でおもちゃ遊びじゃないんだということ、そこから出発しなきゃダメ。でこれはね、決して私の単なる憶見じゃないです。こういう言葉があるね、空の空、空の空なるかな、すべて空なり、人の下に、あ、火の下に、こう太陽の下にはね、人の労してなすところの諸々の働きはその身に何の益かあらんっていうね。俺結局空の空なんだ。これちょっと聞くと、あ、仏教の言葉にそんなのがあったかなって思うんでしょ。これそうじゃないんだ。旧約聖書のね、伝道者の書っていうのが、それからこういうのもあるね。そは賢き者も死に、愚か者も知れ者も等しく滅びて、その富をあだし人に残すことは常に見るところなり。要するにみんな賢いやつもね、バカもんも、それから知れ者って、まあ、あの恥知らずのやつだね、それもみんなその死んで、それで
そういう自分の財産だけをこう残すっていうのはね、そして彼ら密かに思う、我が家は とこしえに残り、我が住まいは世々に至らんと。彼らはその地に小野川名を負わせたい、この自分の住んでるところに自分の名前つけてねいる。されど人は誉れの中に長くとどまらず、滅び薄る獣のごとしてないね。そう大栄宅作って、そうしてこれこそ俺の住まいだと、子々孫々俺の住まいだと思っていても、何のことはない。人が死んでいくってことはね、その辺の犬や猫がこの縁の下へ入って死ぬのとどこも違わないんだとね。これはやっぱこれも旧約聖書の詩編です。詩編の四十九に出ています。だからまたこういう言葉もあるね。主よ、主よってまあこれも神様のこと。主よ、何時の目の前には千歳もすでに過ぐる昨日のごとく。千年もね、千年ちゅうことだって神様の目から見たらもう昨日のことでしかない。また世の間のひとときに同じ、何時これらを大水のごとく流れさらしめたもう。彼らは人世の眠りのごとく、明日に生えいずる青草のごとし、明日に生えいでて栄え、夕べには刈られて刈るるなり。このユダヤ人にしてみたら、この牧畜に羊やヤギに食わせるためにこう青草を刈るわけですね。それを明日に生え入れて、夕べには刈られて刈るるなり。我らが年を振る日は七筋に過ぎず、あるいは健やかにして八筋に至らん。されどその誇るところはただ勤労と悲しみとのみ。その去りゆくことを速やかにして我らも飛び去れ、一生永遠として70年80年働いてみても、なに、その去りゆくことは速やかにして我らも飛び去れる。それこそ人世の眠りのごとくね、もう儚いもんだっちゅう。これね、私がここへね、あえてこういう聖書の言葉をね挙げたのは、これ決して仏教的な、この話だけ引用文だけね愛したらちょっと仏教の言葉みたいに聞こえるでしょ。しかしこれはキリスト教ってユダヤ教の聖書に出てる。要するに昔から人類っていうのの知恵者はそういうふうに死っていうものを意識してるってことだね。それで要するに大昔から知恵ある人は死を持つ生、その死を持つ人生というものをまず見るとこから始まってるわけで、これ仏教はもちろんご存知の通りね、お釈迦さんが生老病死っていうのとか出発したわけだ。そしてお釈迦さんのその結論は、他に壊死するものは動揺する、他に依存してる人は動揺するっていうのね。お金を当てにしていればお金の相場でもって自分が動揺しなきゃ、それから自分の息子を当てにしていれば自分の息子が嫁に取られたってそれでまたあれしなきゃ。そして要するにそういう他に依存した考え方したらどうせ動揺する。そうじゃない、どこまでも自己入りの自己を生きなくちゃならないっていうんで、自己のよりどころは自己のみなり、これが仏教の根本です。でこれね、この今あれなのも、まず死っていうものをこう取り上げてくることによって我々の見方が全部変わってこなきゃなんないんだっていうことね。
こでね、こういうだから自己の自己っていうの、これがまたね難しいんだね。普通俺俺って考えてるのは、いつでも物足りようの思いの大概の普通自己自己と思ってるのは、ここの物足りようの思いの先っぽで、そしてそこに現出した世界、それに対する俺っていうこれ考えてるの。それで本当の自己自己になんない、その宙に浮いちゃう、生存的宙に浮いた自分しか考えていない。それに対して本当の自己っていうのはね、大体ね、その自己の生命の実物っていうのは、そういう観念的なもんじゃないんだ。私が生まれてね、初めて私の前に世界があるんだと。そして死ぬ時には私の前に世界はなくなっちゃう。そういうふうにその物足りようの思いで考えればこそ、その世界が私のところにあってな、そしてその中の一歳分の一としての自分を感じてんだね。だから私が死んでもこの世界は残ると思ってる。ところが本当はそうじゃないんだ。私が死んだらこの世界はなくなるんだ。私が生まれて、私の生命体験する世界を私は持って生まれている。そして私の生命体験する世界を私は持って死んでいくんだ。そういうことね。それが生命の、自己の生命の実物っていうもんです。それを普通はそうじゃない。この物足りようの思いの先っぽにで展開したこの世界の中の一員とこう考えるからと、私が生まれる以前にもこの世界はあった。そしてその私が生まれるというのは、このそういう世界に登場してくることね。そして今度死ぬってことは、その世界っていう舞台から退場すること、とこう考えてる。ところがね、それはね、もうすでに抽象的な話になる。観念的抽象的な話だ。というのは、この前も図に書いたように、私は本当は、私は本来は人一人っきり自己切りの自己なんだ。ところが一応言葉っていうもんで頭だけが通じ合うね、言葉で。そしてその通じ合ったところにこうやり取り貸し借りの世界があってさ、そしてこれが一つの舞台を展開して、そして今度このあれですね、我々頭だけで、これ人間の顔です。それで自分はこの中に飛び込んじゃう。このみんな、そしてこの時には金が欲しいんだ。でみんな金の方に向かってわーわー言って、で貧乏は嫌いとこう言うんだ。おったり逃げたりの世界はこうあるのね。そしてここのとこからこのもう自分のあれはもう切り捨てだ。この自分の自己切れの自己っていう生命は切り捨てだ。切り捨てちゃってるのね。それでだからこれはね、この世界っていうものがもうあらかじめあるとこう考えてるのは、いわば実物じゃなくて抽象的考え方だ。我々の頭で展開した舞台なんだ、この世界はね。で本当はそうじゃないってこと。その点ね、言葉っていうのは妙なんですね。今言葉っていうのは、今私は考える、
考えるってことは私の生命の実物ですよ。だけど考えられたことっていうのはこれはもう生命の実物じゃないんだ。抽象的考え方、例えばまあ私がタバコを飲みながら今度の選挙に打って出ようかなってまあ考えるっすね。誰が私が選挙なんか打って出るもんか、そんなバカなことってこう私は思うけれど、しかしながらまたそうも考えることできんだ。今度の選挙を打って出ようか、そうすると選挙を打って出ようかっていうことはこれは単なる考えの先っぽだ。それに対して今はっていうとタバコを飲んでる、じゃあこれが実物なんだ。そしてタバコ飲みながらそういうその宙に浮いたことを考えながら楽しんでるっていうかそういう実物なんだ。そのだからね、抽象的な観念の中身とそれから今考えている考えるっていうことは生命の実物ですよ。でもこう分けそこを分けなきゃなんだ。みんなそこをね分けないで、その思いっていうものはいいもんだって言って、それじゃあ思いは切り捨て、思いが大切なんだって言ってね、そこでみんなね間違う。それまず分けなきゃ。それでだからね、例えば火ってね言ったってけ、火って言ったために俺の舌やけどしたって、そんなことないでしょ。火っていうの、それで言いながらそれじゃあ火っていうのはないのかっていうと、ちょっとタバコの火貸してくれって言うと、俺タバコの火を貸してくれんで、何もダンプカー盛り出しゃしないもの。やっぱりタバコの火っていうのが通用するんだ。その点ね、その考えられた言葉の意味と、それから考えられた言葉の意味は抽象的なもの、それに対して考えるっていう、これは実物だ。で、今その構造はそれなんですよ。で、それでね、結局生命の実物とはどういうものか。私が毎度あれするけれど、総選寺の来てる人はもうああまたかと思うくらいよく知ってるけれど、このコップっていうの、このコップ、これだけの人がみんな同じコップを見てると思う。ところがそうじゃないんだ。よく振り返ってもらった、私は私の角度から、私の視力で、私の方の光線加減で見てる。それに対して皆さんたちはみんなこれでこれだけ言ってもみんな角度違うもの。そしてその視力も違うでしょ。眼鏡かけてない人もあれば、老眼の人もあれば、近眼の人もあれば、乱視の人もある。そしてその各々の度合いはみんな違うんだから、そしてまたその光線加減も違うとなると、これ同じコップを見てるはずがないんだ、実物としては。そうでしょ。それでね、結局それをコップっていう、そういう言葉で、今の言葉ですね、この本当は自己切りの自己でもって、これ絶対にこう隔絶してるんだけれど、一応コップっていう言葉で通用して、そしてこのところに一つの世界作ってくるんだ。そして同じコップをこれ見てる気になってるってだけなんだ、結局はね。みんなこれ気になってるだけだ。それと同じようにね、今度コップだけじゃない、この天井を見るんでもこの天井を見るのに同じ天井を見てると思ってるけど、みんな違うんだ。これだけの人がいるけど、みんな違う天井を見てる。この机見るんだって、みんな違う机を見てる。それでまたこの窓の外の風景見るんだって、みんな違う風景を見てる。そうなってくるとね、これは私だけの世界を私は見てるだけ、皆さんたちもみんな違う世界を見てんだっていうことね。で、視覚的な世界だけじゃない、その一つの観念的な世界ね。例えば
一万円札っていうの。俺一万円札って言うと、あれ実物だと思ってるやつがいるからね、バカバカ。私の話聞いて、あれすると、俊足さんがか、あの、こう書いてると、バカだバカだっていうのが多いって言ってたけど、よくバカだって言うね。だけど本当にバカだもん。ほいで、一万円札って言ったあんなのは、うん、結局約束事でしょ。それで決してあれが実物じゃない、あれ実物として食うやつはヤギか、そこらしかないもの。我々あの一万円札そのまんまこうあの渡されたって、これどうにもしょうがない、折り紙で折って飛行機飛ばすぐらいのもんだ。それに対してね、一万円札っていやもうすごく価値があるもんだと思ってるバカもいるもん。金取るために人の命殺してっていうやつも、それが当たり前と思ってるやついるんだからね。それほど世の中違うんだよ。山下教師さんに1万円札やったら、こんなものもらってもしょうがないや、100円玉3つくれって言ったっていうね。俺の崩すのに厄介だだからすぐ使えるように、あの100円玉3つの方が便利だって言った。そりゃそうだね。だから金一つ見るんでも違う。いわんや幸福っていう概念ね、これね、こうなっちゃうもう、あの何を幸福として考えてるかってね、その辺のあのあれみーちゃんはーちゃんたちっていうの、私幸福になりますっていうの、桃江ちゃんが言うから、何かと思ったら結婚するんだって言って、結婚を幸福と思ってるやつがいる。ところがそれじゃあ本当に結婚幸福なのかって、何また別れるんだ。それからあれですね、中年のそのお母さんたちっていうと、生活安定幸福と思ってるやつがいる。その点またあの中年でお腹がこう膨れ出してきたっていうようなね、その働き蜂のような人は健康だけが幸福と思ってる。それからもう老人になってくると安らかに死ぬことだけが幸福と思って、そのぽっくり寺へ通ってるやつもいるじゃない。まあそういうだから幸福っていうのもいろいろだ。そんなものすべて幸福とは思っていないっていう私みたいなやつもいるんだからいろいろだね。だからまた社会っていうんでも、社会っていうともうちゃんとね、あの決まったもんにあると思っている人がいるけれど、その裏長屋に住んでる人は裏長屋だけが社会だろうと思ってるんだから、それから団地に住んでる人は団地だけが社会だと思ってるだろう。これ坊主仲間だと坊主仲間だけが社会と思ってるやつがいるね。だから坊主としてあの階級がつくっていうのは、これがもう無常の光栄で、その、祝賀会やなんかやってるやつやけど、これその私なんか坊主なアウトサイダーだからね、そういうの見るとおかしいなと思う。お茶やお花の稽古仲間だと、これまた資格っていうのがまた問題になってるんだな。この頃折り紙仲間でも、折り紙の先生の資格っていうのをね、あの試験してあれするっていう、ね、その折り紙協会でやってるけど、妙なもんだね。私から言わせりゃ妙だ。私なんかそんな、それじゃあの資格が、折り紙の先生っていう資格がなくて、それじゃあ折り紙教えられないのかっていうと、その辺のその折り紙の先生の資格を与える人たちよりももっと折り紙の名人神様だからね。そうするとこれまあいろいろだよ。でその点ね、これらこう全てのこう見てるだけじゃなくて、こう生きている全て、何から何まで自分の観点から自分だけの世界を見てる。
そうするとね、それで一応それは我々言葉を持ってる、それで言葉で一応通じ合ってる。しかしながらその通じ合って言いながら通じ合ってる、どれほど通じ合ってるかって、またこれがわからないんだから。今私がこう喋ってるね、押すと皆さんたちがうんうんってこういかにもうなずいて聞いててくださる。これいかにも通じたんだと思ってるけど、それじゃあどれほど通じたのかってね、これ測定できないんだ。測定してみてもこれその測定値と現生とあの本当に合うかどうかっていうの、これを確かめるやつがないんだから。その点ね、通じ合うっていうことをそれぐるみ自己切りの自己です、みんな。だからね、結局絶対事実としてはそのどこまでも自己は自己の世界を持って生まれてき、自己の世界を持って生き、自己の世界を持って死んでいくと、こういうことね。これはね、私は人生家と本の中で第五原則として書いてるわけです。それで一番これね、大切なことなんだ。ところがこれだけがわからない、みんな皆さんにね、なかなかわからない。そして今のようにこう事細かに説明してっても、なんかその内山っていう人間の特別なね、その考えであって、そしてなんか内山っていう人間に言いくるめられた気がしてる人がいるんじゃないかっていうことだね。ところが決してこれは私の単なる憶見でないんだ。これはその仏教そのもののね、仏法っていうもののそのものなんだ。そしてお釈迦さんの昔から代々その仏法としてね、伝わってきてるものなんですね。それでまあその典故を挙げます。いや私はね、この人生がどこなんか全くその点天候を上げないで、私の言葉で書いてるんだ。ところがそうすると日本人というのは権威に弱いからね、俺の目で見ていないんだよ。そうするとこれはくだらないことだと思う。だから今度はね、この講義では改めてこの権威を強調して、仏教っていうものはこういうもんなんだっていう話をね、しようと思うんです。そのね、だいたい禅門の中にこういう言葉が、こういうことがね、伝わってんですね。霊山営業に、霊山営業っていうのは霊寿山って昔お釈迦さんのね、説法の場所に霊寿山っていうのが、霊寿山の霊山営業に八幡修禅にして世尊蓮華春木す、この霊寿山でね、そのお釈迦さんが蓮華っていうのは花をね、こうして花をこう念じて、そして瞬きしたっていうんだ。ちょっと瞬きした、そうしたところがね、みんな心を知らず黙念たり、みんなは何のためにお釈迦さんがそんなことしたか、みんなはその心がわからないんで、ぼーっとしてたわけね。そうしたところが時に摩訶迦葉一人破顔未消す、ね、摩訶迦葉っていうのはお釈迦さんのあれですね、実際に法を継いだ人です。この摩訶迦葉の尊者だけがね、そのお釈迦さんがこう鼻を念じられた、それを見てそれでにっこり笑った。そうしたら世尊曰く、我に消防現像涅槃明心遠明無双の訪問あり、ことごとく大迦葉に付属す。
要するにね、このお釈迦さんが言うのに、自分にね、その消防現像涅槃明心遠明無双の法門って、これ仏法ってこと、仏法、これをことごとく摩訶迦葉尊者に渡すっていうことね、そういう話が、これをね、法が伝わった伝法とか、あるいは維新伝心、心を持って心に伝うっていうね、維新伝心とも言う。で、伝習伝門ではこの維新伝心というのが大切なんです。で、本当はね、だから自己の生命の実物っていうのは、今言ったように自己切りの自己ですよ。それで決して伝わるはずがないんです。ところが今お釈迦さんがその蓮華瞬目された時に、その仏法が、自己切りの自己っていう仏法がすっと摩訶迦葉尊者に伝わった。そのすっと伝わったって、だからこれは維新伝心なんだよ。これ言葉で伝わったんじゃない、伝わったって、これお前にやるって、そういうんでもない。ただすっと自己切りの自己がまた自己切りの自己に伝わったんですね。それを私が親切な男だから、私は本当に親切な男なんだと思う。それでそのお釈迦さんの蓮華未生の話をわざわざコップに置き換えてた。このコップは私だけの角度から見てんだ、皆さんだけの角度から見てんだって、そういうような分かりやすい話をしているわけね。それでみんな自己切りの自己を生きてんだ。で、この自己切りの自己なんだっていうことを今それで喋ってるわけだけど、その自己切りの自己だっていうのが皆さんにあっそっとすっと伝わったかどうか、あんまり伝わったような顔していない。いや、しかしながら伝わってんのかもしれない、これはわからない。しかしながらとにかく今言う、その自己は自己の生命を、生命の生きる世界を持って生まれてき、そしてその世界を持って生き、そしてその世界を持って死んでいくと、こういうその話ね。この話は決して私の単なる臆見でないんだっていうことをね、印象しておいてください。そしてそういう見方もあるもんかって言ってね、その温めておいてくださると、いつかなるほどそうだ、自分は自分だけで死んでいくんだって、少なくとも死ぬ時には分かると思うよ。で、まあこの一番大切なのはこの話なんです。だからこれからのこの講義ではまだこれからその話をもっと深めていくんだ。だからね、その点ね、そういう自己人の自己を生きてんだっていうのを、みんな我々この心識ボケしてるんだ、これは頭我を思うっていうやつで、この心識でボケちゃうんだね、思うっていう心識ボケっていうんだ。それで生存ボケするんだ。じゃあそういうの心識っていうのはつまらないもんかっていうと、決してそうじゃない。心識っていうのは、今私が喋ってる話もこれ心識でもって喋ってる。そこでもってね、話がややこしくなんだね。神識っていうのはでボケるんだっていう話を神識でやらなきゃなんないって。それでね、だからもう人生っていうものを本気になって考えていくっていうのは、いかにね、そういう渦が巻いてるね、ところが本当に多い。私もこれ50年で人生一生懸命考えてきてんだから、それをそういうこうの渦巻くところ、それをその渦をこう一つずつ片付けながら、またその次を泳ごうっていう、それやってきてるわけですね。で、ここはまさにね、その難しいね、だからだいたい神識っていうのは生命から湧き出てくる。しかしながらその
この神識は生命から湧き出てくるんですよ。しかしながらこの神識、生命をボケさせるのはまた神識なんだ。この言葉でボケるんだ。それでそういう言葉でボケるんだなっていうことをまた知るっていうのも神識なんだ。そういうことでややこしいね。でこれ例を引いてあげたいんだけれど、 例っていうものはないもん。これ自分でよく考えてみればしょうがない。結局はね、生存ボケのみんな、今の世の中の人みんな生存ボケしてる。死ぬってことを忘れて、俺だけは永遠に生きているみたいなつもりで生きてるんだ。死ぬとは思わない。まだ死ぬようには思えないがなって言ってるけど、何ちゃんと死んでくんだ。これ俺早い話が、これあれだね、あとそうね、これこの顔ぶれじゃあ30、40年のうちにはこの中の人みんないなくなっちゃうね。まだ30代の娘さんもいるとすると40年かな。40年か50年のうちにはもうとにかくここにいる人は一人もいなくなって全く入れ替わってんだからね。俺それ言うのが死ぬっていうことなんで、よくそっから考えなきゃ。これはね、この我々生存ボケをするのが今言う神識ボケ、それから言葉ボケなんだが、この言葉ボケをまず言葉でもって明らかにしなきゃな。どうして我々そういうふうに言葉ボケするか。これは大体ね、赤ん坊の時からね、この言葉ボケをね、訓練してるんだ。大体よく考えてみると、今はまあ赤ちゃんがほにゃって生まれたとするね。そうするとまあ1週間ぐらいは目が見えないんだろうが、こう赤ちゃんがこうやっとまばたきするようになったら、少なくともまあ見え始めたわけ。ところがその赤ちゃんの目に映った世界っていうのは、やっぱり我々がこう見てるこの世界と同じなんだと。ただ我々の場合はこれはこう、これはっていちいち名前つけてこう分かれてるわけ。ところが赤ちゃんにとっては全く言葉以前だからね、言葉はないんだ。そして何もかもこうただ映ってるだけでもやもやしてるんだと思うね。そしところが、しかし赤ちゃんは人間の赤ちゃんである限り、その人間的抽象力を働いてる、働き始めてる。そうすると毎日こうやってお母さんがおっぱい飲ませる、お母さんの顔をこういつも見て、そうするとなんかいつも同じようなものが現れるなっていうだけはわかるじゃない。でまたおっぱい吸う場合でも、またいつも同じ感覚だなっていうね、のは分かってくるじゃない。そこへ持ってってお母さんが、ママってわざわざ自分の顔を覚えさせるために、ママママって言ってこの言葉を教え込む。でこれまたおっぱいをパイパイって教え込むでしょ。そうすると赤ちゃんにとって、ああこの同じような顔だったのが、これがお母さん、ママってこういうね。でこれがパイパイってこういうふうに、その言葉が出来上がってくるわけだ。ところが本当はね、昨日のお母さんの顔と今日のお母さんの顔とは、諸行は無常なんで、新陳代謝してんだから絶対に同じじゃありませんよ。もう一日でも経ったら一日だけお母さん年取ってんだ。しわくちゃが増えたかもしれない。それでもそういうことはこう抽象しちゃって捨て去って、そしてだいたいお母さんの顔っていうのをでまとめ上げて、それでママっていう言葉を覚えるわけだ。そしてね、ママとかパイパイとかっていう、まず赤ちゃんが
言葉を使うようになる。そしてその次、まあいろんなことをワンワンとかニャンニャンとかね、私、まあ自分子供育ったことないから、子供はどういうふうな言葉を覚えるか知らないけど、とにかくだんだん言葉を覚えてくる。で、覚えることによって赤ちゃんにとってのごちょごちょってしたね、混沌たる世界がだんだんこう形作られていって、そしてだんだん我々の見てる世界と同じようにまとめてくるわけですね。これは教え込まれてるの。で、その点、教育っていうけどね、何そういう約束事をね、仕込んでるだけだ。それで赤ちゃんにとっちゃそういう約束事の言葉を覚えることによって、今度は生命の実物を見失ってくるんだ。本当にじゃあ生命の実物っていうのは、そういう言葉を全部取り去ったところに生命の実物があるかっていうと、そうでもないんだから難しいさっきも言ったように、考えるっていうの、考えられた言葉は先っぽはだね、これは抽象されてるけれど、私が考えるっていう力は、これ事実、人間生命として事実あるんだからね。だからこの考えるっていう力を取り去ったのが生命の実物とは言えない。この考えるっていう作用を取り去ったら生命の実物になるっていう、簡単に言うんだったら、俺はこの頃だったら手術簡単だ、ちょっと頭どうかすると植物人間ぐらいになるじゃない。ただ植物人間は生命の真実を生きてるかってそうじゃないもんね。ただ胃袋が働いて呼吸して、そしてクソしてるっていうだけじゃ、俺本当に植物人間だって生命の真実を生きてるってことはならない。だからね、言葉でもってボケるんだけれど、それじゃあ言葉取り除いたらいいっていうわけじゃないんだ。こういうのもまたね、そのさっき言ったその渦の中の一つですよ。で、結局どういうことかっていうと、言葉で通じ合うこと、それぐるみ自己切りの自己だっていうこと。事実この言葉である程度言葉は通じ合うんだ。しかしながらどれくらい通じ合ってるか、それはわからないんだ。で、一応通じ合っているように見える、それぐるみ自己切りの自己、こういうことね。で、そういう意味の自己切りの自己っていうのね、これを私はこの世界ぐるみなんだからね。で、自己はだから1だ。そして1はイコール1分の1、2分の2、そしてイコール1歳分の1歳って、私のこのまあ公式ですね。これは素晴らしい公式なんだわ。これだけでも私はもうノーベル賞もらってもいいんだこの1歳分の1歳、これがね、1歳ぐるみ、世界ぐるみの事故です。しかし同時にね、私は1歳分の1のこの自分としてですね、これはね、1歳の中では1としてまた生きてるんでもあるね。あらゆるもの、外にある世界、それに対する私は単なる1だ。1歳分の1の私でもある。そしてこの両方があるんですね。だから決してね、自分というものは
単調なもんでない、そのそういう二重構造も、一歳分の一の私と一歳分の一歳の自己と、そしてこの一歳分の一歳の中に一歳分の一も含めてるんだ。一歳分の一としては一歳分の一歳の生命を生きてんだからね。でそういう両方の二重構造がある。